動物の友達と VTuber とラジオと、この配信はペンギンバーチャル YouTuber ナナシのアデリーペンギンが動物に関する情報を発信することで、リスナーに実際に動物園水族館へ行くきっかけを作ってもらおうというポッドキャストです。いつも収録中忘れることもありますけど、 Twitter のスペースをつけたまんまにしてるんですけど、iPhone7 から変えて、12に変えて、12 Pro に変えてから初めてのスペースですけど、これでスペースで熱暴走しないといいけどね、熱くならなきゃいいなーとかって思いながら見てるんですけど、まあ、前スペースやってた時、7でスペースつけてた時ものすごいこれが熱くなってたんで、まあ、そこら辺が良くなりゃいいなーとか思いながら今見てます。はい、最近ちょっとやりたいゲームがありまして、このやりたいゲームっていうのがマイティグース。どういうゲームかっていうと、横スクロールゲーのドット絵なんだよね。で、まあ、何かっていうと、メタルスラッグとか言ったらわかるかな。メタルスラッグっていうすごくドット絵が綺麗なゲームで、まあ、あれ人間で人打つゲームで、まあ、結構グロいんですけど、このマイティグースっていうのは主人公がガチョウなんですね。ガチョウが賞金稼ぎになって、なんか銀河の中でなんかロボットをやっつけるみたいな、そういう横スクロールゲームで、途中にアイテムがあったりとか、パワーアップアイテム、なんかロックマンみたいな、メタルスラッグみたいな、そういうゲームなんですけども、なんかねグラフィックとかもすごく僕好みだし、アクションとかもすげえ映像を見る限り面白そうなんで、ちょっと買ってみようかなと。だからこれスイッチ版とスチーム版と、まあ全部やってるね。すごいね。プレステもあるし XBOX もあるし、まあということなんでね、ちょっと週末にかけてやってみてえなーっていう気持ちになっておりますね。なんだっけ、マイティーグースですよ。マイティーグースちょっと面白そうだなーと思っておりますので、やってみようかなーなんて、そんな感じでございます。はい、ちゅうことで、今日は短めだけどもかなり深刻なお話をしたいと思います。はい、園内にタバコの吸い殻を捨てないで、盛岡市動物園。まあ、盛岡市動物公園ですね。盛岡市動物公園ズーモなんでございますけども、ズーモは全面禁煙、吸い殻にはニコチンのほか、ちょっとその前に呼ばないといけないですね。これ最近なんですけども、盛岡市動物公園とあと桂浜水族館にいて、タバコの吸い殻が捨てられてるっていうのが発見されているということで、まあこれおそらくツイッターで報告してる動物園もあれば、してない動物園もありますので、結構日常的な問題だとは思うんですけども、基本的に動物園って全面的におそらく禁煙ですよね。まあ一部吸えるところ、まあ園の外だったりとか、そういう完全に区切ったところで吸える場所はあると思うんですけども、まあ基本的には園内禁煙となっているはずなんですね。で、ズームでも、ね、これ全面禁煙になっていると。で、この吸い殻、捨てられている吸い殻なんですけども、ニコチンのほか、ヒ素、亜鉛、発がん性物質を多く含む多環放火属炭化水素などの毒性の高い物質が濃縮されています。フィルターは長い年月分解されることなく、動物に誤食される可能性もあります。まあ、間違いで食べられる可能性もありますよね。ポイ捨ては環境に、野生動植物に対する感謝も配慮もないことに気がついていますか、というかなりちょっと怒りがでかい、そういうツイートされてるわけなんですけども、本当にね、こういうことする人っていうのは、まあ、やっぱり一部の人ではあるんですけども、そういうところ、動物園に来てるのにそういうことに気がつかないっていう、まあ、非常に残念な、お客さんと言っていいかどうかわからないですけどね。でこれのツイートに対して、吸い殻を出入り口に注意文と一緒に展示してくださいっていうことで書いてるんですけど、多分ね、そういうの見ないだろうね、そういう人たちって見ないんですよきっと。だからどうすればいいのかなって、対処方法っていうのを考えていかないといけない。まあ、昔に比べればタバコ吸う人っていうのは減ったと思いますし、昔なんか駅のホームなんかで吸いまくって、んで炭を吐くためのなんかバケツみたいなのがあった時代があったって僕は聞いてますけどもね、まあ、僕が生まれる前だと思うんですけど、そういう時代もありましたし、昔はね、県知事なんかもさ、
タバコ吸いながらインタビュー受けてたりっていう時代もあったみたいですけども、まあでも今時代が違いまして、まあ、電子タバコでも何でもそうなんですけども、吸う場所を選んで、なるべく副流煙とかね、そういう危険性が分かってるんだったらそういうことやらないようにということで、進んでるところに置いてあえて動物園まで来てタバコを吸うっていうね、なぜなんでしょうねというところ、まあ それに関しては、まあ、みんなでどうやったらなくなっていくんだろうっていう解決方法を考えたりとかっていうのをしないといけないんじゃないかなというふうに思っております。まあ、これはどこの動物園でもそうだし、日常的な街中でもそういうことを考えながら生きてるか生きてないかっていうところだと思いますので、まあ、タバコ吸う人もタバコ吸わない人もぜひ一回考える時期としてこういうニュースというかこういう発信を捕まえてキャッチして考えてみてはいかがでしょうかというニュースでございました。ということでございまして、今日のニュースは、盛岡市動物公園でタバコの吸い殻が捨てられるっていうツイートの、ニュースでございました。